こんばんは、あきらです。今日はですね、算数の過去問あと5点アップ術というテーマでですね、お話をしていきたいと思います。まあ、今皆さんの過去問やってる時だと思うんですけど、まあ気候もね、ちょっと急にここ最近寒くなってきて、まあ、入試もね、近づいてきたなっていう感じするんですけども、まあなかなかね、そう簡単には過去問の点数って上がっていかないですよね。で、今日私はですね、10個こっからですね、変えれること、残り74日ですかね、74日で変えれること10項目上げますから、1つでもいいですよ。1個で5点上がるんだったら10個で50点、まあこんな上がんないかもしれないですけど、まあ何点かはね、上がるっていう自信があるものを今日はお話ししていきますので、まあぜひね、聞いてください。で、やっぱりボリュームゾーンの子供にとっては、やっぱり計算、一行題、ここが過去問にとってはウェイトが高いんですよね。ですから、まあ、普段やってるテストで計算とか一行題とかできるようになってきた、だからそれやめて難しい問題やろう、これはね、ダメです。やっぱりね、それやりたくなっちゃうんですけど、今までやってきたから成績が上がってきてるんですよね。今まで一生懸命やってきた勉強法が正しいから成績が上がってきてるんです。だからルーティーンはね、大切です。なので、今までの、計算一行題は続けましょう。入試までいい習慣ですから続けていきましょう。そしてさらに精度とスピードを上げていけば、テストの後半にかける時間、ここに確保、時間が確保できますから、さらにね、バージョンアップしていきますので続けていきましょう。で、お手元にある計算と一行題がちょっと簡単だなって感じるときは、日能研成とかだったら銀本とかね、前期日徳テキストとか持ってると思うので、そこから計算問題選んでやってみるのもね、いいと思います。ただやっぱりどうしても負荷が増えてしまいますので、問題数を減らす。負荷が増えたときは数を減らせばいいんです。1日2台でもいいじゃないですか。で、複雑になってきたらミスをしてしまうっていうようだと、やっぱり入試の時点では不安が残りますので、塾で習った通りね、やってみてください。まあ、例えばノートの方にはですね、OU 学園の2024年の計算問題アップしてるんですけども、例えば皆さんが OK になる、我が子が OK になる学校の計算、何点満点で何問あって何点かって調べたことありますか？いや、意外とウェイト高いと思いますよ。OU は100点満点で計算2問で17点もあるんですよ。まあ、5分の1まではいかないですけども、まあ、かなりウェイトとしてはありますよね。でも、算数の授業でそれぐらい計算授業でやってるかっていうと、そこまできっとやってないと思うんですよね。だからここは家庭学習、自分の努力でやるべきとこだと思うんですけど、普段やってる計算がちょっと楽だったら、そういった入試問題、銀本で計算のトレーニングしていくっていうのはね、ありだと思います。まだ74日あるわけですから、そこで計算が、スピードアップしていくっていうことはあると思います。ただここはですね、ちょっと難しいんですよね。計算必ず取れって、まあ、よく模試では言うんですけど、入試の場面だと難しい計算もね、時にはあります。だからそういう時あんま深追いしないで、さらっと次行ってみるっていうのも手かもしれないですよね。まあ、そこは過去問やった時に感じ取ってみてほしいです。で、6年で多い計算ミス5つ今日はお伝えしておきます。6年生でさえも計算ミスしてしまうポイント5つあります。1つ目が、先に処理する部分のある逆算ですね。逆算って番号順に振ってって逆の番号からやっていきますけど、ただ先に処理できる部分がある逆算ってあるじゃないですか。これは先に処理するのを忘れて迷子になっちゃう子がいます。なので、そういう逆算もちょっと練習しておきたい。で、あとは約分の拾い忘れ。これ狭い行で計算してたりすると、前の行の計算とこう重なっちゃってね、約分の時に書いた数字が見失っちゃう時があるんですよね。ですから、その拾ったっていう証拠で丸しておくとか、それチェックをしておくといいと思います。約分した後の数字が小さいと拾い忘れて見落としちゃうんですよね。次が、割る分数の逆算。割る分数だから本来かける分数しなきゃいけないんですけど、
何回も何回もですね、割る分数はひっくり返して掛け算、ひっくり返して掛け算っていうのをやってるから、割る分数見ちゃうとね、なんでか知んないけど結局ただの掛け算でいいんですけどひっくり返しちゃうんですよね。つまり結局割り算してるんです。そういうミスしちゃうこともあります。ただこれはチェックができます。やっぱり約分できなかったり数字がおかしくなっちゃうので、そこで気づくはずなんですよね。だから4つ目としては、自分の計算力を過信しないっていうことです。おかしいな、素数が消えない、おかしいなって思ったら確認する謙虚さを持ちましょう。そのまま突っ込まない。一点勝負になるのが入試ですから、その一点が大事だっていう気持ち、一点勝負だっていう気持ちをね、常に持ち続けてほしいです。で、最後が対分数を過分数にするときの暗算ミスですよね。やっぱり対分数の整数部分が大きい分数っていうのは入試問題では出てきますから、そこで過分数直したときについ暗算してね、ミスしちゃう。そういう場合には筆算しましょう。ね。自分の勘を信じてみましょう。この数字嫌だな、思ったことあるはずなんですよ。計算しにくいな、思ったことあるはずなんですよ。それは計算ミスの合図です。そのまま突っ走る前に、いやちょっと待てよと。今気づけばまだ間に合います。その自分の感覚をね、信じましょう。で、ただ計算ミスがね、減ってきたって言ってもね、ゼロにはなってないんですよね。やっぱり私の教室でも一番上のクラスの子はほとんどの子正解してますけど、それよりも下のクラスだと6割ぐらい。下の方のクラスだと2割から3割の子しか全問正解してないんですよ、計算問題。やっぱり間違えちゃうんで、こっからね、丁寧に計算をやれば合格が近づくということです。で、その計算と一行題でわからない問題があった時には質問に来てほしいんですけど、この時期の6年生ですので、もう一つちょっとプラスアルファリクエストしておきたいことがあるんですけど、質問の質を上げるっていうことです。もうね、この時期にね、全部わかりませんはやめましょう。入試の時に先生はいないんですよね。だからその時に自分が正解できるイメージを持てないような質問してもしょうがないので、例えば大説問だったらカッコ1までできたとか、授業中の解説でここまで分かったのでこの続きを教えてほしいとか、少しね質問の質を上げましょう。そして質問して終わりだとまた間違えます。で、この後ね、また説明しますけど、夜寝る前に1日10分ね、振り返りっていうのをしてほしいんですよ。10分でいいんで。今日やった問題の中で、または先生に質問した問題の中で、1問、絶対できるようになりたいなっていう問題をチョイスしてノートを見直す。それだけでもいいです。そういう1日10分間だけ振り返りっていう時間を夜寝る前に作ってみませんか。残り74日あれば74問できるようになるじゃないですか。ぜひね、そういう時間を作って、そこで質問した問題をもう一回思い出す、そういう時間をね、ぜひ取ってみてください。はい、2つ目がですね、問題文をよく読むっていうことですよね。で、まあ基本的なところで言うと、まあ例えば最近速さで、やっぱり兄が出発してからか、弟が出発してからか、あとは姉と妹、これ漢字が似てるんでね、姉と妹の時は正答率低いって言ったら誰も相手にしてくれなかったんですけど、どっちが出発してからかとか、あと仕事算で全部で何日ですかとか、最後の B さんがやったのが何日なのかとか、そういう条件、確実に、あとは単位ですよね、メートルなのかキロメートルなのか、速さなんてもう単位ですから、そこに確実に線を引いて、国語でも線引きますよね、算数でも同じです。大事なところには線を引いてください。あとは問題を読んでいて、全然こう手が出ないっていう問題もね、あると思うんですよね。で、そういう時は諦める前にもう一回ね、問題読んでみましょう。大事な条件をね、読み飛ばしてるっていうこともね、あるかもしれないですよ。これはあ、その条件使ってないやって。手も足も出ないっていう時は、問題文もう一回読んでみるっていうのもおすすめします。で、あと問題文よく読むで言うと、全問利用っていう考え方ですね。これ前の問題のことを全問っていうんですけど、括弧2以降を解く時には、誘導にうまく乗るってことです。
カッコ1が実はねヒントになってるんですね。これは子どもたち実はすごい苦手なんです。カッコ1とカッコ2別々の問題だって思ってるんですよ。つながってるんですよ、大説問の時は。カッコ1は実は普通はカッコ2を解くためのヒントなんです。そういうことが多いです。でさらに上級者向けにはカッコ2でつまずいてる時はカッコ3をですねチラ見するといいと思いますよ。あ、なるほどなるほど、カッコ3はこういうルートね。それが見えてくると、あ、じゃあカッコ2の時にはこういうふうにやればいいんだ。だからまずは基本は全問利用、カッコ2でつまずいてる時はカッコ1を見る、さらにカッコ3もちらっと見る、そこにヒントがね隠されていることもあります。はい、3つ目ですね、少し書き出してみる、まあ、手を動かすっていうことなんですけど、入試問題の後半の方は、まあ、やっぱり満点防止っていうこともあって作業を伴う問題多いですよね。規則性とか場合の数とかで、もうねいきなりパッと答えが計算だけで出るような問題後半にはねないですよ。だからあの作業がね手を動かさないと無理なんですよね。そういう泥臭く手を動かすっていうことをしましょう。で規則性の問題だったら10番目ぐらいまで書いたっていいんですよ。だってその学校入りたいわけですから、最小公倍数まで書きましょうよ。その過程で規則性を見つけ出すんですよね。で最終的に一般化して解くようにします。だから決して2025番目までは書いちゃいけないんですよ。10番目までとか最小公倍数まで書けば規則性が見えて一般化できる。つまり手を動かす中で見えてくるんです。ただ残り時間と相談してください。カッコ3は難しい問題の時もあります。カッコ1カッコ2カッコ3ってあったらカッコ3は飛ばしても次他で勝負できるっていう可能性もありますから、そこはねケースバイケースです。はい、4番目、手を動かすシリーズなんですけど、図に書き込むですよね。結構子供が質問に来た時に平面図形とか立体図形の図、あとはダイアグラム分かりませんって来た時にまだその図が綺麗なことがあるんですよね。まずはねそこに条件を書き込みましょう。平面図形とか立体図形だったら数値を書く、同じ長さや同じ角度ならばそれが分かる記号、例えば角度だったら同じ角度に丸とか×を書き込んでみましょうよ。でグラフだったらそこに情報を書き込んでみましょうよ。でそうするとね手と脳って連動しているので、手を動かしているとねひらめくっていうことはねよくあります。まずは書き込んでみましょう。であとはそれの上級者版として5番目、図を書くです。改めて自分で図を書いてみると、例えば水槽の問題だったら正面から見た面積図を書いた方がいいですよね。お部屋に分けて、あの部屋、いの部屋、うの部屋、えの部屋、おの部屋って分けて部屋を書いて面積図を書いて解くとか、速さの問題だとこれはね人によって主義違うんですけど、私ダイアグラム大好きなんでダイアグラムを必ず書きます。そうすると図形的に処理できることが多いんで、立体図形だったら自分でもう一回見取り図を書いてみると。で家で練習するときだったら、例えばねこれも主義によりますけど、私蛍光ペン大好きなんで蛍光ペンで際立たせてみるっていうのもいいと思うんです、家でやるときは。でもうベン図とか成分表、線分図、面積図、天秤とか先生に武器をたくさんもらってるはずです。今こそ使いましょう、今こそ図を書きましょうよ。そして問題を、ヒントをもらいましょうよ。必ず手を動かしていけば脳と連動しているのでひらめいていきます。はい、次ですね、6番目、自分で考える。さっきね質問の時にもちょっと言いましたけど、入試会場にはね先生はねいないんですよ。自分で答案用紙を完成させないといけないんです。×だったらすぐにね回答解説を見る、まあこういう考えの人もいるかもしれません、時間もったいないからって言って。だけど解説を見て覚えるっていうだけの勉強法だとちょっと物足りないですよ。やっぱりあの過去問やってて×だった、どこがいけないのかなって言ってもう一回再アタックしてほしいなって思います。でこのやり方を普段の宿題、テスト、過去問の直し、そういったものにもね使っていってほしいんですよね。で人の脳って負荷をかけないとできる
こう成長していかないんですよ。だから解説をすぐ見るっていう風に、まあ効率的にはいいかもしれないけど、脳には負荷かかってないんで、もう一回読んでみよう、もう一回計算ミスがないかなって数字を洗ってみよう、そういう機会をねぜひ作ってほしいと思います。でその次の段階が解説を理解するっていうことです。でもしね解説を読んでわからないんであれば、もう少し簡単な問題から積み直してみてもいいと思うんですよ。解説がわからないっていうことはその単元が苦手だってことですから。だから残り時間も少ないんでね、問題の取捨選択も大事なんで、まあ、解説見てもわかんないものは今優先順位下げていいと思います。例えば大説問のカッコ3とか、多分そこ勝負どころじゃないはずなんで。でカッコ2までは解説を見てわかったっていうことであれば、そこまでを反復しましょうよ。カッコ3でうなってるんじゃなくて。で練習でできないものは本番でもねできないです。厳しいかもしれないですけど。であとはもう一方で、本番の入試では満点取る必要がないのもねこれ事実なんですよ。だからこの時期気をつけなきゃいけないのは、完璧主義に陥らないようにしましょう。テスト直しも全部できるまでする必要はないんですよ。カッコさんはやんなくてもいいんです。正答率低かったら時間もったいないから、そういうふうに取捨選択ぜひしてみてください。で次7番ですね。寝る前に今日の振り返りをする。さっき言いましたよね、1問でもいいんで寝る前に今日やった問題でできるようになりたいものね振り返りしてみましょう。これ私もやってます。これ不思議なもんでですね、目をつぶったらね頭って実は動いてるんですよね。でそこでなぜかいろいろ整理されて、なんか寝ながら勝手に素因数分解とかしてる時あるんですよ。なので、まあ、74日ですかねあれば74問できるようになるんですよ。だから続けることが大切です。寝る前の10分でいいです。算数じゃなくてもいいんですよ。一日一日を大切にして、そしてまあ不安になることも多いですよね。過去問で点数取れてなくてどうしようああしよう、でもねいいんです。一歩ずつでも前に進んでればそれは成長なんですから。一問できるようになってればいいんです。それが成長だから。全部できるようにしようと思わない。今日一問昨日の自分より今日バージョンアップできてればいい、そう思ってね寝ましょう。はい、次ですね。過去問の分析をしてみるっていうことなんですけど、これはちょっとねお父さんお母さんの出番かもしれないんですけど、まあ、学校によっては合格者平均点とか受験者平均点出てますよね、まあ、どっちかしか出てない学校とか何も出てない学校とかも時々ありますけど、まずその相場を確認しておくっていうことですよね。実際の合格ラインは合格者平均点と受験者平均点の間ってことだと思うんですよ。合格者平均点というのは合格者の中の真ん中なんでちょっと高いんですよね。そこを目指すと。で学校ごとによって、まあ、戦い方は異なります。で合格ラインが高い学校っていうのもね中にはあって、7割後半から8割っていう学校も実はねあります。でこれは知っとかないといけないと思うんですけど、あの1年分で不安だったら平均しませんか。ちょっと何年分かそのデータ、過去問集に載ってるデータ、計算機とかエクセルで平均してみればわかると思うんですけど、やっぱりね7割後半っていう学校はねミスは許されないです。例えば三和田学園っていう学校ですね、100点満点なんですけど、合格者平均点2024年の1回目 77.8 なんですよね。 77.8 点、もう8割近い、もうミスは許されないんですよ。だからこういう学校の場合は大説問丸々落としては絶対ダメです。カッコ1カッコ2までは絶対取っていかなきゃいけない。取捨選択、スピード、正確さが要求されます。やっぱりね日々の計算って授業では丁寧にやりましょう。で一方ね合格ラインが低い学校っていうのもねあるんですよ。5割から6割前半で受かる。例えば立教女学院、90点満点なんですけど、2023年、2024年とかね合格者平均点ですね、これ、90点点満点で 46.4、 ちょっとこれ計算式間違ってるかな、半分ぐらいですよね、ですのでやっぱ5割で合格なんですよね、宝探しですよね。芝浦工業大学、これ120点満点で、まあ、去年はね、
受験者平均点が60点、120点満点で60点だから 50% ぐらい、合格者平均点は 63% ぐらいなんで、まあまあかなと思うんですけど、これ2022年が低かったんですよ。2022年が 53.9% で合格だったんですよね。で、受験者平均点 38.4%、 もうかなり低いですよね。だから学校によっては、まあ、そういう学校もね、あります。で、こういう学校はね、宝探しです。まずね、基本の問題のミスをなくすっていうことがまず先決ですよね。計算ミスをしていたら合格は遠のきます。で、大設問のカッコ1は何としても取る。で、カッコ3にはこだわらず、取れる問題を探すと。で、その取れる問題に関しても、計算ミスに最大限注意しましょう。あともう一つはですね、入試問題説明会がある学校ってありますよね。これはもう積極的に参加して情報を収集しましょう。これもお父さんお母さんのね、お仕事です。入試は情報戦です。あとはね、ホームページに入試問題情報がある学校もありますので、必ず確認してほしいなと思います。はい、9番目ですね。考え方を書く、問題はシンプルに書くっていうことなんですけど、これはもうね、主役は算数はね、式なんですよ。式が主役なんです。式で説明するのが算数なんですね。だから解説を書いてはいけないんです。ついね、過去問集の解説を書きたくなるんですけど、それだと多分ね、時間なくなっちゃうんですよね。で、図を書いたり、あとね、言葉は添えるでいいです。例えば何かを求めたって書けばいいんですよ。あとは単位を書くとか、そういうふうに言葉はね、添えるだけでいいと思います。あくまでも主役は式っていう気持ちで書いてみてください。最後10番目ですね。計算のスペース取りの技術を上げるっていうことで、まあ私のこれ方針なんですけど、過去問実物大もし手に入るんだったら、もうできる限り実物大で演習をする。まあ最近は結構ね、計算スペース多い学校多いですよ。右半分が全部計算スペースとかっていう学校が増えてきていると思います。で、まあ、それはもうここはお子さんに教えてあげないと、子供に声の教育者の過去問を渡して、はいやりなさいって言ったら、普通子供はそこの隙間に計算しますよね。でもそれじゃ合わないですよ、計算なんて。ですからそういう場合、実物大が手に入らない時とかは、罫線のない自由帳を買ってあげて、そこに計算したらいいんじゃないですか。実際の入試問題はもうスペースは罫線ないんでね。で、そこに計算して、で、その時にやっぱり押さえてほしいことが、まず数字の大きさを整える。まあ、特に0は丁寧に書く。6に見えないようにね。次、筆算をまっすぐ書く。姿勢を正しく書けば筆算まっすぐ書けるはずです。そしたらね、ミスも減るはずなんで、自由帳。国語のキャンパスノートの大人キャンパス無地 B5 っていうのをおすすめしてるんで、まあ、それ買ってね、そこに計算していくといいと思います。で、まあちょっとここから余談なんですけど、過去問解いていて解きにくいなって個人的に思う学校3つ今日は最後挙げて終わりにしたいんですけど、まあその学校が悪いっていうわけじゃなくて、その分対策すればライバルに差をつけられるんですよ。例えばさっきから言ってるその計算スペースに関してなんですけど、大妻中っていう学校は3センチしかないんですよ。計算できるスペースが1問につき。だったらノートを3センチで線引いて、そこに毎日計算したらよくないですか。そういう練習していけばいいんじゃないですか。大妻に来たければ、そういうことなんですよ。普段からシミュレーションしていけばいいんですよね。で、次にですね、大設問数が多い学校、やっぱりね、大設問が10台ぐらいあるとね、これやっぱりスタミナ消耗しますよね。全部多分最初から解くっていうことを想定してないかもしれないです。時間配分が勝負です。なので前半の1行題でももし思い浮かばなかったら飛ばす。で、こういう学校は後半に手つかずの問題がないようにしましょう。後半だから難しいとか、リード文が長いから難しいとか、そんなことないんですよ。意外と読んだら、え、それだけみたいな、そういう問題もあるので、手をつけない問題がないようにするが、もうこれが鉄則です。はい、次です。さっきもね、考え方を書く問題っていう話をしましたけど、考え方書く問題が多い学校あるんですよ、結構。例えば学習院とか。で、これが数問だったらいいんですけど、まあ、何問もある場合には、ここが時間の勝負になっちゃうので、まあ、さっき言った通り、考え方書く問題はシンプルに書く。
もうこれを練習しましょう。何行も何行も書くんじゃなくて、式で説明するのが算数。何を求めたか書く、単位を書く、それぐらいでいいかなって思います。はい、というわけで早口になっちゃいましたが、まあこれ録音してあるんでね、まあ、ぜひね、聞いてみてください。お子さんと明日の朝でもね。で、私が今年よく言ってるのは、入試以外は小テスト、伸びしろしかないじゃん。この2つを最後までお子さんに声をかけてあげてください。テストで結果は悪くたっていいんですよ。そこで自分の弱点が分かったんで、それを、やり直して入試の時にできればいいんですよ。伸びしろしかないじゃん。計算ミスしてる、伸びしろしかないじゃん。それを入試の時になくしていけばいいんですよ。その2つ絶対言い続けてあげてください。そしてそれで今週もね、残り頑張っていきましょう。昨日の自分より今日の自分がバージョンアップできてればよし、ということで、残り70日ちょっとですけどね、応援してます。頑張りましょう。今日30分ねお付き合いいただいてどうもありがとうございました。それではおやすみなさい。お疲れ様でした。